ミッキー・ルーニーはアメリカの俳優、歌手、エンターテイナー。身長は160センチメートルと小柄であった。1945年撮影ニューヨーク州のブルックリンでボードビル芸人の親の元に生まれる。なお、生きガはジョセフ・ユール・ジュニアであった。幼少時からボードビルショーに出演し、初舞台は生後17ヶ月の時であった。その後両親の離婚に伴い、 カリフォルニア州のハリウッドに移り、4歳の時に映画デビューした。ジュディ・ガーランドと共にティファニーで朝食をのワンシーン・ハリウッドに移った後は、10歳で当時流星を誇ったメトロゴールドウィン・メイヤーの専属となり、1933年に公開されたニューヨーク・ハリウッドを皮切りに、ミュージカル作品を中心に人気子役として活躍を続けた。 その後、同じく、子役として人気が高かったジュディガーランドとペアを組み、ブロードウェイなどの数々の作品に出演し、大ヒット作を連発し、1930年代には一役スターダムにのし上がり、1939年にはアカデミー賞特別賞を受賞した。1941年12月にアメリカが第二次世界大戦に参戦した後、 アメリカ軍の米国異門協会に加わった後1944年に、アメリカ陸軍に入隊し終戦までの間、軍隊生活を送る。なお、入隊に先立つ1942年に、女優エヴァガードナーと結婚するも、間もなく、破局した。なお、ルーニーは生涯で8回結婚している。第二次世界大戦から福音後映画界に戻るものの、その後、子役時代のイメージが抜けず、 一時期スランプに陥る。しかし、1950年代に入り、性格俳優として、イメージチェンジしたことや、テレビショーに出たことで人気が持ち直し再び、人気俳優となる。その後は1950年代から1960年代に、かけていくつかの映画制作に携わったほか、ティファニーで朝食をなどの名作に、重要な脇役として出演し、 数回にわたりアカデミー助演団優勝の候補に上がる。ティファニーで朝食をにおいて白人であるルーニーが演じたユニオ氏は日系アメリカ人という設定であるがアメリカ社会におけるステレオタイプな悪意に満ちた日本人像で描かれていた。だが当時はアメリカ社会において日本人などエスニックなマイノリティに対する際どい差別的表現やブラックジョークは決してタブーではなく ルーニーや監督のブレイク・エドワーズが革新的な人種差別者だったわけではない。ルーニー自身その後の人生において人種差別的な政治的活動に参加したり展開したということではないが、負のスティグマはルーニーについて回り、俳優を続けるにあたりその演技に対する弁明をせざるを得なくなっている。ブロードウェイ編集アメリカ軍医問団のセレモニーにて、 映画やテレビなどで活躍を続ける中、1979年にブロードウェイデビューという大きな転機が訪れた。バーレスク時代を解雇するミュージカルレビュー、シュガー・ベイビーズに元 MGM のダンサーでありスターであるアン・ミラーと共に出演し、賞賛を受けた。五年かけてニューヨークで千二百八回上演後、ツアー公演に出演し、 ロンドンで8ヶ月公演を行った。共演者のミラーはルーニーについて、休演することも、アドリブの機会を逃すことも、セリフを閉じることもなかった、と語った。電気サッカーアルビン・マリルは、59歳というブロードウェイ・遅咲きのデビューで、勝負使いのトップに帰り咲いたと記した。その後、スティーブンソン・ンドハイムのローマで起こった奇妙な出来事、プセウドルス役で、 ツアー公演に出演した351。1990年代、ウィル・ロジャース・フォーリーズ閉幕までの数ヶ月間、ウィルの亡き父の霊役で再びブロードウェイの舞台に立った547。1990年代半ば、ザ・マインド・ウィズ・ザ・ノーティー・マンで、カナダのディナーシアターをめぐるツアー公演に出演した548。 1998年、マディソン・スクエア・ガーデンにて、オズの魔法使いにアーサー・アーキッドと共に出演し、魔法使い役を演じた、489、ミュージカルからコメディ、シリアスドラマまでをこなす、その高い演技力は賞賛の的となり、1983年には映画界への貢献をた,たえられて、アカデミー賞名誉賞を受賞した、90歳を過ぎた晩年も、 現役俳優として、ナイトミュージアムシリーズなどの数々の映画や、テレビドラマ、ショーに出演し、活躍を続けた、2014年4月6日、死去、93歳坊津、ありがとうございます。